本日は座間市にある芹沢公園にやってきました。公園というより森みたいな。どんどん奥に行ってみたいと思います。コーナーが上にあるらしい。本当にあるかな。かなり道が険しいですけど、こっち、誰も上に登っていかないんだよね。上まで来た。竜が見えてきました。でも今日の目的は遊具じゃないんだな。それがどこにあるのかいまいちわからないんですけど、なんかいた。まあそれだけ暗い。ここかもしれない。入れないのか。入れないのか。入りたかった。すっごい涼しい風が来ます。トンネルの奥に戦闘機が置いてあるんだよね、なぜか。で、このトンネルの入り口あたりで人が亡くなっているということです。くそー、入れないのか。ちょっとアップにしてみよう。でもわかんないね。それにしてもすごい場所にあります。あったあった、戦闘機見えますかね。昔工場があったんですね。トンネルの先かな。で、その工場で結構自殺があったということです。すごいところにあるな。崩れそう。芹沢の地下壕。地
下校内の様子。今は入れないんですね。そうそう、戦闘機雷電を製造する目的で工場が建設されたんだって。あ、ここにもありますね。入らないです。先ほどの地下壕が今も残されているのは戦争の悲劇を忘れないためにということで、かなりね悲しい過去があるので、できればね中に入れたらもっと戦争について考えるきっかけになるかなとかも思うんですけど、もうねちょっと離れたところから見ただけで結構グッとくるものがありました。なわけで、座間市の芹沢公園、そんなに広い公園ではないんですが、歴史あるいい公園です。ワンちゃんを散歩させている人がとっても多いです。おやおや？おやおや？普通に遠回りしちゃいました。まあいっか。こんにちは。ちょっと何の神様かわからなかったです。以上、芹沢公園でした。